ベアリングダメですね、これ。大丈夫よね。このガスケットから漏れるような気もするね。ガバナー機構っていうのを外したいなと思ってるんです、今のところ。まあ、例えばアメリカあたり、カートのエンジンで、まあ、こういう汎用エンジン使うんですけど、こういうガバナーを外して、こういうとこのボルトの穴を埋めるボルトとか、そういうのをキットで売ってるんですよね。要はガバナーがあると自分が思ってる回転数まで上げることができないんですよね。これ自動調整で、ガバナーで、ある程度エンジンが回転が上がらないように自動調整になってるもんですから、例えばカートのレースなんかで、エンジンの回転数を上げたいときにこういうガバナーがついていると、回転が上がりませんので、このガバナーをもう外してこういったとこを埋めたりしたり、この辺の、アクセルとのリンクですね、この辺のとこのキットが売ってるんですよ。で、日本ではそういうのはないんですけど、もうできれば自分でこういうところのオイル漏れの対策をして、このガバナーを外したいなっていうのがあるんですけど、まあ、ちょっとそれはどうなるかは分かりません。今のところ時間がないとできませんし、とにかく時間がないもんですから、ちょっとプラグ外してみようかな。今のところ悪いのはこのローターのベアリングですね。これ交換と、オイルシールか、こっちのですね、こっちのオイルシール、これを交換、できたらもうベアリングも変えてもいいけど、少し音がするね。これも変えた方がいいね。とこのオイルシール交換ですね。
とこのガスケット交換、これは作ってもいいね。あるかどうか聞いてみて。プラグの燃え方はなんかちょうどいいけどね。ちょうどいい感じの燃え方してるけどね。引っかかった。あ、ここが当たった。こっちのベアリングが悪いかもしれない。どうやな、これまた全部外せるかもね。ここのベアリングとオイルシールも交換ですね。そんなところかな。あと綺麗に掃除して、ちょっと重いなこれ。ガバなぁ、これ外したいね。した。バルブが落ちました。お、綺麗。これはいいんでねえの。これはいいんでねえの。この前の遺跡の還暦みたいにガザガザになってないから。あ、これはいいわ。
OK。よいしょ。このワッシャーをなくさないピストン。お、いいいい。十分。このベアリングたいね。わっこないね。でもちょっとやっぱ少し音がするね。聞こえるか。少しザラついてもね。よいしょ。あとは、あ、この辺外さないかね。忘れとった。いい。まあいっか。また、あ、この後続きですね。次回に続きになります。次回になります、ね。まあ、そういうことで、今回はこのモーターを外して、ピストンとクランクとベアリングを外してオイルシールも外して、近くにあの新台湾のあれがあるもんですから、そこで部品取ってもいいし、そうですね、あるかどうかわからんけど、なんせこれは古いエンジンですからね、あるかどうかわかりませんけど、まあ、一応注文してみたいと思います。以上です。